僕この退職代行というお仕事今いろいろ出てきてるじゃないですか、はいはい、あんまり僕肯定的な感情は持ってないんですね二十、はい、歳超えて、まあ、18歳の一発の大人の人が、はい、あ辞める時にわざわざ他の外部の機関使って、うん、辞めるって、はい、僕はなんか本人の責任感っていうか会社の関係性もなんか薄れてしまう気がするし、はい、なんかそれってちょっとどうなのかなって僕はちょっとこう疑問をいつも思ってたんですけど、はい、それどう思いますかまあおっしゃる通りなんですよ、うんその 結局、退職代行で使う人って、まあ、どういう人かっていうと、まあ、結局心が結構弱い方が多いわけなんですよね。で、特に心が弱いだけじゃなくて、コネで入社したとか、知人の会社だからとか、そういったケースも もちろん、うんまあ、確かに責任能力がないっていうところはあると思うんですが僕はご本人のためになると思います、そういうのを助けて、僕はあんまり、うん、例えばね、知人の会社に入られて、はい、知人のところをいい時は頼って入るわけじゃないですか、はい、でも辞めるときになって、そうやってこう、なんか茶筆ひっくり返すような、うん、そんな真似されたら、やっぱりその知人の方も面白くないし、はい、なおかつそんな外部から退職代行の方なんていらっしゃったら、うんはい、余計気切するんじゃないかなと僕はちょっと思うんですけど。